向こうから E7 系トキ号がやってきました。新潟行き、この駅を通過する列車です。おお、早い早い早い。上越新幹線は最高時速が240キロではあるんですけど、でもやっぱ早いな。東海道ほどは速くないけど、でも十分早いですね。皆さんこんにちは、パクセイレンです。ここは群馬県の高崎市、上越新幹線と北陸新幹線が分かれる高崎駅です。群馬県のマスコット、群馬ちゃんもおります。なんか群馬ちゃんいつもこの服着てますけど、洗濯とかしてんのかな？それとも同じ服を2着持ってんのかな？この高崎はご覧のように、上越新幹線と、それから北陸新幹線が分岐する駅。先ほど上越妙高から北陸新幹線に乗ってやってきました。13番線の発車は、一番先の発車がマックス谷川412号16時31分発東京行き。その後16時48分に17分遅れてマックストキ330号東京行きがあります。このマックス谷川412号とマックストキ330号は、両方とも日本で唯一残っている2階建て新幹線 E4 系にて運転されています。通称はマックス。このマックスは今年の秋、2021年の秋をもって引退し、そして廃車、解体されることが決まっています。本当はこの E4 系は2020年度のうちには全部引退するはずだったんですが、2019年の秋に台風19号の影響で長野にある新幹線の車両基地が水没し、この E4 系を置き換える E7 系が10本ぐらい廃車になってしまったんですね。そのため、その廃車になった10編成分の代替新造車両が出揃うまでの少しの間だけ、それが今年の秋までなんですが、それまでじゃあ E4 系にはもう少しだけ頑張ってもらおう、そういうことになったわけです。ただいま14番線でドアを閉めましたのは、今回乗車するマックス谷川号に3分この高崎で先行する東京行きの定期浅間号です。もう向こうに見えてますよね。向こうに少しね、図体のでかい新幹線が見えてると思いますけど、あれが今回乗車するマックス谷川412号。やっと14番線の方では E7 系の浅間号がだるそうに動き始めたところですが、しかし、もうすぐ後ろまで今回乗車するマックス谷川号が迫っています。この高崎でね、3分しか差がないってすごい珍しいですよ。東海道新幹線だったら普通ですけど、でもね、上越新幹線とか東北新幹線系統で、こうやって列車間隔が3分しか開かないっていうのは非常に珍しいですね。さあ、やってきました。こちらが今回乗車します。これは確か、ガーラ湯沢から来たんだったかな。マックス谷川臨時便の412号東京行きです。この時期はガーラ湯沢にあるスキー場、JR 東日本が運営しているスキー場の方が今オープンしてまして、この日は確かね、雪が少なかっただか、なんか風が強いだかなんだかで営業してなかったんですが、まあそんなわけで、ガーラ湯沢方面にお客さん運ぶために、E4 系やら E2 系やら E7 系やらが大量に増発されて、そしてガーラ湯沢方面にお客さんを運んでるんですね。今回乗車するこのマックス谷川412号もその一つです。この E4 系の特徴はご覧のように非常にドアが広いんですね。運転台の後ろはスペースの都合で少しドアが狭いんですが、それ以外はこのように非常に新幹線としては破格のドアの広さを持っています。またここには、この辺にね、走行機器とか全部詰まってるんで、通路も非常に長くなっています。下が今7号車に乗っているんですが、7号車は1階部分が指定席、そして2階部分が今回乗りますグリーン車です。おー、すごいね。いや、久々に乗りましたよ。2年ぶりぐらいかな。僕ね、結構、高校の時に新潟に用事があって行ってて、このマックスにもお世話になったことが何回かあるんですけど、てか何回どころか何度もあるんですけど、でもね、毎度毎度指定席とか自由席ばっかりで、グリーン車に乗った経験がほとんどないんですよね。マックスに乗ったのだって多分1年半ぶりぐらいかな？それぐらいですし、グリーン車に乗ったのだって2年ぶりとか2年半ぶりとかそれぐらいですから、いやもう懐かしいですね。さあ、さて、高崎を出発。この先、マックス谷川号は、基本的には全ての列車が各駅に止まっていきます。たまに臨時でね、こういうガーラ湯沢方面に行く列車については、途中で、上毛高原とか本庄早稲田、熊谷を通過するものもあるんですが、この列車は各駅に止まります。さあ、そしてイオン系のグリーン車のご紹介、ほんとすごいですからね、皆さんもぜひご覧ください。リクライニングは自動ではありません。ボタンを押してこのように自分の体重で持って倒すんですが、これもね、よく倒れるんですよ。そもそものね、リクライニングしてない座席もまあまあ快適なんですけど、これがさらにね、倒れると素晴らしい。また、これ、下のところにですね、フットレストがついてまして、これちょっとね、僕のカメラワークが下手くそすぎるんですけど、こんな感じで、下から取り出して使うんですね。ちょっと、下手くそすぎんな、これ。わかりますか？こんな感じで。足を乗っける。で、さらにその先にもう一つ、オットマンというのがありまして、これオットマンって言うんですけど、こんな感じで、1ミリも重力に逆らうことなく、もう全力で、まあ
簡単な寝台車みたいな感じですよね。快適性は、まあ、乗ったことないですけど、グランクラスに匹敵しております。いや、すごいな。新幹線でこうやってね、まあ、ちょっと今膝曲がってますけど、でも、ほぼ、この下半身をまっすぐにした状態で座ることができるっていうのは、これはね、グランクラスでもできないんじゃないかな。ちなみにテーブルは、ちょっと遠いんですよね、こうするとね。まあ、変なことやってますけど、ただこれはもう、あまりにもこのグランクラスじゃないや、イオン系のグリーン車の、この座席が素晴らしいからです。まあ、贅沢な悩みですよね、これは。それから読書灯もついています。まあ、あとはカーテンもこんな感じで、ちょっと黄色がかってんのかな？それは太陽光のせいかな？わかりませんが。何をイメージしてるのかわかりませんが、これは何をイメージ、さすがにちょっと新潟の稲穂とかじゃないと思いますけどね。またこのようなグランクラスみたいな快適性を手に入れることができるのは、実は最前列だけになっています。最前列以降、この2列目以降にはですね、オットマンとかそういうものはなくて、このように、ちょっと見えますかね？バーみたいなのがあると思いますけど、ここに足を乗っけるんですね。まあ、ちょうど2号合計の普通車とかと同じような感じなんですけど、まあ、バーとね、オットマンとね、比べたら、それはオットマンの方が快適に決まってるじゃないですか。そんなん誰が見てもわかるでしょ。ですから、やっぱりね、このイオン系のグリーン車にもし、ちょっとピンと合ってなかったな。もしね、このイオン系のグリーン車に乗るということがありましたら、もうその時はですね、間違いなくこの最前列をご自分で指定されて、まあ、券売機で買う時はね、自分で一番前のところを押せばいいし、窓口で買う場合は最前列でお願いしますって言ってくれれば、まあ、勝手に窓口の駅員さんが取ってくれますから、このようにイオン系のグリーン車の最前列に座って、そして快適な時間を過ごすことができるわけです。さて、このグリーン車では、またなんかテーブルが遠いですよジェスチャーやってますけど、これはどうでもいいや。この青いこの毛布は何かと言いますと、これは、まあ、イオン系だけではないんですが、グリーン車の乗客が無料で使うことができるブランケットです。まあ、この時期はそんなにいらないと思うかもしれませんが、ただこれから暑くなってくると、まあ、冷房がガンガン効くわけですよ。で、そうすると、やっぱりちょっと車内が寒くなってしまうんですよね。で、特に寒がりな方なんかは、そのブランケットを使って、そしてそのブランケットで体温調節をすると、まあ、ブランケットは冬にしか使わないと思われがちですが、ただ結構ね、夏でも出番があります。さあ、高崎を出て最初の停車駅、もう埼玉県に入っています。本庄早稲田を出発。この本庄早稲田は確か2004年にできた比較的新しい駅だったと思いますが、このように通過線と対比線の間にこのように柵が設けられ、柵というか塀があります。この塀はもともとこの場所に本庄早稲田の駅がなかった時代のもので、新しく本庄早稲田駅を作るということになっても、まあ、めんどくさいから撤去しなかったと。まあ、簡単に言えばそういうことです。さあ次の駅は熊谷。This is a MAX 谷川 412 Super Express Bound for Tokyo. The next stop is 熊谷と出ています。ではここからしばらくの間は僕ナレーションしませんので、皆さんご自分でこのイオン系のグリーン車に乗ってるような感覚を、まあ、ぜひ楽しんでいただければなと思います。
宿、東北新幹線、京浜東北線、宇都宮線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン、入社取りはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。停車の際、揺れることがやまびこ翼149号仙台山形行きは17時25分、那須の263号那須塩原駅は17時41分、全車指定席のハヤブサ小町39号新函館奥と秋田駅は17時45分。僕結構長い間溜まってましたけど、いかがでしたかね。皆さんこのイオン系のグリーン車の雰囲気お楽しみいただけたでしょうか。お楽しみいただければ、まあ、僕も黙ってた甲斐があるのかなと思います。列車は大宮に到着。この大宮から先、いよいよ東京の都心へと入っていきます。この大宮から先は仙台方面からやってきた東北、北海道、山形、秋田新幹線と同じ線路を走ります。この東京と大宮の間は日本でも指折りの新幹線混雑区間で、一番ひどい時だとだいたい4分間隔で列車が次々に発車していくところを見ることができます。今13番線に列車がついたばっかりなんですけど、もう14番線には次の列車の案内が出ています。さあ向こう側、あっちは18番線なんですが、あっち側にもちょうどマックスがやってきました。あちらはマックス時号の新潟行き。こっちは臨時便ですが、向こうは定期列車です。この大宮駅の端っこと端っこですけどね、このイオン系同士の並びも実現しました。いやーこれはね、僕もね、知らなかったんで、来てびっくりしましたよ。まさかね、この大宮で、まあこうやってホームの端っこと端っことは言っても、でもこのように引退直前の新幹線イオン系が並ぶというのは、やっぱ鉄道マニア的にはすごい熱いですよね。僕も小さい頃電車図鑑とかでこの引用系乗りたい乗りたいと思って、そして特に高校生の間はまあそれなりの回数乗ることができたんですが、ただもう高校3年生になって受験があって、それからまあコロナも流行って、そうやってもう遠くに行けなくなってしまってからはもうほとんど引用系乗れてなかったんで、今回久々に乗れてすごく嬉しかったし幸せでしたね。まあ高崎から東京まで1時間ぐらいでしたけど、でもそのたった1時間の乗車でも高校生の頃、この上越新幹線を使って新潟、まあ、本当は新潟の新津っていうところなんですけど、その新津に通いまくっていた頃の日々が少しだけ戻ってきたようで、ちょっと懐かしかったですね。それに、このイオン系はやっぱり上越新幹線イコールイオン系みたいなのが、まあ、やっぱり鉄道マニアの中でも浸透しているし、それから、NGT48 でしたっけ?アイドルグループにもマックス時315号っていう曲がありますけど、そんな感じで新潟県民の皆さんの、その心の中にもやっぱり上越新幹線イコールイオン系マックス、まあ、そういった認識が根付いておりますから、やはりこのイオン系の引退というのは、もちろん上越新幹線を毎度のごとく使いまくっていた僕は寂しいし、それから鉄道マニアの中でも上越新幹線に思い入れのある方はきっと寂しいだろうし、それから新潟県にお住まいの方、それから今東京に住んでいて実家が新潟にある方とか、そういった上越新幹線にゆかりのある方にとっては、やはりイオン系マックスの引退は寂しいニュースであるに違いないと思います。上越新幹線では昔2012年までこの E4 系の他に E1 系という別のオール臨界建て新幹線、こちらは12両編成なんですが、この12両編成の E1 系という別の2階建て新幹線も運転されていました。ただ個人的にはやっぱり E1 系よりも E4 系の方が世代ですし、それから鉄道図鑑に載っていたのも基本的には、まあ、新幹線の場合だと500系と E2 系と E4 系みたいな感じだったんで、やっぱり個人的な、まあ、マックスのイメージとして出てくるのは、まあ、やはり E1 系よりも E4 系。E1 系は12両編成、E4 系は8両編成で、編成単位で見ると E1 系の方が乗せられる人数は多いんですが、ただ E4 系の方は8両編成を2つつなげた16両編成にすることができ、また16両編成で運転される際のこの E4 系の最大着席人数は1634人となっています。皆さんもこの1634という数字はご存知だと思いますが、これは世界で一番同時に多くの人員を運ぶことができる高速鉄道としてギネス世界記録にも認定され、ギネスブックにも登録されている、そういう数字です。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。やはり E4 系は E1 系が持っていないその世界一を持ってるわけですから、やはり当時のこのクソガキだった僕の目にもよく映るわけですよ。だからやっぱり、まあ、もしね、新潟に行くことがあれば、まあ、小さいうちに新潟に行くことは結局なかったですけど、でも、もし新潟に行くんだったら E1 系とか E2 系じゃなくて E4 系で行きたいな、そういうふうに思ってました。実際今っていうかまあ高校生の間ね、しょっちゅう新潟に行かせてもらって本当にね、うちの親にはいい思いさせてもらってるんですけど、でもね、やっぱりこうやって
当たり前のようにイオン系が走っていた、そういう日々も、もう間もなく過去のものになってしまいますからね。やはり寂しいものです。寂しくなくてなんだって感じですか。でもやっぱり今までね、185系とか215系でもそうだったんですけど、今まで乗っていた列車が、もう今日からいきなり走らなくなります。そういうとね、やっぱ喪失感とかそういったものがやっぱ桁違いなんですよね。例えばね、皆さん想像してみてくださいよ。あんまりこういう目に遭った方っていないと思いますけど、小学校の頃とかにね、もう毎日学校が終わるたんびに遊んで、まあ、公園で鬼ごっこしたり、一緒に DS でゲームしたり、まあ、そういうことをやって、もう毎日毎日もう飽きるほど一緒に遊んでいた大親友が、もうある日いきなり交通事故で亡くなってしまいました。もう学校には来ません。その友達はこの世に存在しません。もうそうなったら、パニック通り越して多分病んじゃうと思うんですよね。僕も実際病みましたもん、そうなった時。なんでね、251系のラストランとか、あとロマンスカーの LSE のラストランの時とかいたんですけど、まあ、大体どこでもいるじゃないですか。ありがとうとか、お疲れ様とか叫ぶ人、ラストランの時に。もう、ああいう人たちの気持ち分かりましたよ、ちょっと。あそこまでしてね、何やってんだこいつ気持ち悪いみたいな、目線をされても、それでも自分が好きだった車両に、まあ、最後のお礼と言いますか、まあ、そのありがとうみたいなことを言うと。まあ、言いたくもなりますよね、そりゃね。わかりますよ、その気持ち。やっとわかった。18になって、やっとわかりましたよ。車体に羽ばたく3話の時もどこか寂しげ。それからこのサンキューマックスの特別装飾シールも、この日本で2例目にして、おそらくこれが最後になるであろうと思われる、日本の高速鉄道の2階建て車両の、その終焉が、刻一刻と近づいているということを我々に教えてくれます。これ撮影したの4月の頭だったんで、まだそんなに鉄道マニアはたくさん集結している感じではありませんでしたが、これがおそらく夏休みとかになってくると、もう自由席も指定席もグリーン車も鉄道マニアで埋め尽くされるでしょうね。皆さんもね、乗らない後悔より乗った後悔する方が100倍マシですから、もう今のうちにぜひ、もう本当にこのイオン系については心からおすすめしますので、ぜひ、新潟方面ご利用の際には、このイオン系 MAX 乗ってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。